ヨーブラザー白瀬ゴールドです。今日はハイブリッドスクロースとの連携ですね。水力と、元素熟知ゴリ上げの、スクロース、こちらが、まあ、レザーベネット深淵のパーティーにどう影響してくるのかっていうところを解説したいと思います。後で止めたりとかするんですけども、まずはこれご覧ください。はい、で次はとりあえず時間がどれぐらい違うのかっていうところを一回流した後に止め映像で説明していきたいと思います。はい、上が水力と熟知スクロース入りの、まあ、連携ですね。で下がなしの3人連携、下の方は、まあ、スクロースに変える分のタイムロスがないっていう設定でゴリゴリをしてますね。はい、上の方はですねもう14秒で守衛を倒しきってますが、下の方はまだ終わってないですね。で、まあ、22秒、大体まあ6秒ぐらいの差が出たんですけども、まあ、1体でこれぐらいの差が出てきてしまうというところで、まあ、なんでこれぐらいの差が出てしまうのかっていうところ、ただ単にスクロースが入っただけでそんなに火力が 1.5 倍以上も上がるのかなっていうところを今から細かく説明していきたいと思います。まずはストップしながらの説明になるんですけども、ここでまあ元素爆発を打って、まあ、ここで雷元素を与えて、スクロースの一発目の爆発の時にしっかりと紫入れていく。で紫の負荷ダメージがどんどん入るんですね。紫色にすると爆発が起きる瞬間に、まあ、紫自体のダメージも入れて元素を付与したままにするんですね。その状態でベネットが元素爆発を打つと過負荷が乗るわけです。これ熟知が200近く上がってます。でここで深淵 の, スキルを発動なんですけども、これにも雷が残ってるんで過負荷が乗ってますね。でさらに燃えてる状態のやつに対して雷拡散が入るわけなんで、それにも過負荷が乗っていくっていう形になってます。でさらに元素爆発をレザーにかけて、まあ、元素ダメアップと熟知が乗ってる状態で深淵の炎継続ダメージがある状態で狼レザーでもうボコボコに過負荷が乗る状態で戦い続けるというような感じ。これでダメージがこれだけ出るっていう形になってますね。あとはステータスの方の説明もこの後していきます。よーブラザー、シラスゴールです。いつもご視聴ありがとうございます。スクロースの冒頭の動画見ていただけたでしょうか。こんな感じで使えたりします。で、他にもですね、火力チャレンジにも使えたりとかします。幻想熟知をかなりサポートで味方の上げて、火力を上げるチャレンジみたいな100万ダメ以上とか、そういうような時にも使えるキャラクター。で、プラス、螺旋とかでも使えます。例えば、ファドゥイですね。まあ、ちょっと今動画流すんですけども、こんな感じの。はい、こんな感じでファドゥイとやるときに持ってる元素同士をこう拡散でぶつけ合って、それでシールドを割らせるとか、そういう使い方ができたりします。なのでかなり優秀ですね。元素が自分の方の元素がなくても相手の組み合わせによってはその元素をばらまいて戦うことができたりとかする。それのまあおすすめのビルドを紹介します。でスクロースってやつは火力をガリブリにして、で強い武器を装備させて強い生物会心ダメージ乗ったやつにすれば火力ぶりのスクロースは作れます。ですげえ強いです。ただ今回はそういうのじゃないですね。で使っていくものの説明、まずは祭礼の断片で元素熟知を上げていく。でまあ、元素スキルを何回も打てて元素チャージをしやすくしている状態です。で生物に関しては水力使ってますね。これで拡散反応のダメージを上げるのと同時に影響を受けた相手の元素耐性を下げるという、これも火力チャレンジとか敵の倒すのにかなり重要になってきますね。でこちら命の星座を上げていくかっていう話も後ほどさせていただきます。で添付もかなり重要で、まあ、拡散反応を起こした時に該当元素のチームメンバーがかなり上がります。なので相手に対して上げたいメンバーがいたら、例えばタルタリアの元素熟知をより多く上げたいなってなったら、水元素が付与している相手に対して拡散反応を起こしてあげる。そうすることによってかなり変わってきますね。でさらに
敵に命中した場合、元素スキル元素爆発のどれかがなった場合、元素熟知を 20% を基準にチームメンバーの全員の元素熟知を強化する、こういった効果があります。でこれをちょっとどれぐらい数値変わるかっていうのを今説明したいと思います。じゃあまあ何でもいいんですけども、何でもいいんですけど、まあちょっとタルタリアですね。タルタリアはまあ現時点でもう楽団装備してる状態なんで、元素熟知はちょっと高めの設定にはなってるんですけども、この時点で例えば、まあ、蒸発によるダメージ 33.8% ですね。火力チャレンジするときに結構重要になってくると思う。で例えばこれに相手に対してね、これで水付与していきます。ヒョスクロスでこれを吸引元素開始。拡散反応が起きてますよね。水元素で拡散反応が起きました。なので今のタルタリア の元素熟知はさらに上がって414になってますね。これ何かっていうと、蒸発の威力がまあかなり上がってる。でこれができるのはスクロースだけなんですよね。で今まず水元素によって拡散反応を起こしたんで、水元素耐性が下がってます敵の。なのでタルタリア今すごいお膳立てできる状態ですね。でさらに水元素なんで熟知が8秒以内に何かのアクションを起こしたい状態ではあるんですが、こんな状態この状態でベネットで元素爆発を打っていきます。でスクロスやってベネットやっていきます。これで水付与していきました。スクロスやってでベネットの火の火を回りました。タルタリアの変身を待って、隙を見つけるのはほんの一瞬だ。外していきます。外していきます。残念、結構こうやって水がついてます。すいません。やってでベネットでみんながそばにつけて、ラブタリアが変身して言いたいからな。はい、で今説明したようにですね、そんな感じで使えたりするのと、さっきのファドゥイの動画ですね、ファドゥイの動画で流した時みたいに、まあ拡散反応で今みたいな感じで、まあ、元素を付与させて、まあそれで非元素がない状態でも火を入れていく、氷元素がない状態でも氷元素を入れていくっていうやり方ができたりします。今の拡散反応をかなり限界までやると、この拡散を起こすだけで拡散ダメージで3000いくつとか3400とかいくような設定になったりします。なので拡散をこれで投げるだけで相手がね、拡散が乗ってまあ受けていくと。これが敵が密集してる ところであれば、どんだけ効くかって話なんですよね。いろんな元素が入り乱れるところで、まあ、こういった形の運用方法もできるんで、スクロース一体でかなりいろんなことができるようになりますというような内容ですね。で元素付着の問題とかもあって、でこれ知らない方もいるかもしれないですけども、例えばスクロースで拡散した時に元素が消えたり残ったりするケースがあると思うんですが、例えば他のキャラクターだと拡散反応した時の威力がまあ中だったり弱だったり、そんな表記のがあって、付着が消えちゃったりするんですね。だけどスクロースはそれが弱設定なんで、付着が残って、まあ、2発目の元素を元素反応を起こしやすいみたいなことになります。なのでさっきみたいな拡散反応が連続で打つ元素爆発みたいなやつで、その拡散ね、相手が1元素しかない状態もそれかき消さないで拡散が続いていくみたいな、そんなことにも使えたりするんで、非常に優秀なキャラクターですね。まあ、今みたいな理由で、まあ、こんな形で、今拡散の威力が3400乗ってたんですけども、高い元素熟知で拡散反応が上がります。プラスこちらの、水力で拡散反応のダメージが 60% アップしてます。
でプラスその拡散反応のダメージの基礎値みたいなものがレベル依存になりますので、レベルをまあ90まで上げて元素熟知をこれぐらいに上げて水力を装備すれば、拡散反応を起こすだけで、まあ、3400ダメージ3500ダメージみたいなところが与えられますよっていう指標にしていただければと思います。もちろん火力ぶりのスクロースも強いんですけど、今回紹介するのはこういうあの火力チャレンジができるスクロースのセットっていう形になります。もっとね、あの元素爆発の威力どんどん上げることはできますんで、よければねそこら辺もお供、火力チャレンジのお供としてスクロースをねやっていくっていうところと、あとはいろんなダンジョン、元素がいっぱい入り乱れるような敵がいっぱい出てくるようなところ、そこでのスクロースの活躍もできるっていうところも頭に入れて、今回のピックアップを引いていただけるかどうか、考えてみていただけるといいと思います。さあこんな形で今日の動画は終わりたいと思います。動画の内容気に入っていただけたら、またチャンネル登録高評価して遊びに来てくれると嬉しいです。こういった動画結構上げたりとかしてるのと、あと生放送でガチャ引いたりとか、いろいろお手伝い配信とかやったりしてますんで、よかったらコメントなどして絡んでいただけると嬉しいです。ではまたお会いしましょう。グッバイブラザー。外の空気は久々。